続いては滝川第二高等学校吹奏楽部の皆さんです。今年のテーマは Take Flight to the Future、 未来へ羽ばたけと題しまして、私たちが日頃から大切にしている音楽を通して希望あふれる未来に向かって突き進む姿をお客様に感じていただけるよう演奏いたします。実に14回の演奏の機会があったこの3000人の吹奏楽に感謝の気持ちを持って、本日はこの4年間の卒業生を含めた総勢170名で演奏を演技いたします。それでは滝川第二高等学校吹奏楽部の皆さん、どうぞ。Thank you.
かっこいい演奏を見頃いただきました。1曲目の勇者、2曲目マーキュリー、コロナで中止になっていた間、学校演奏会では披露していましたが、この京セラドームで演奏演技できなかった曲です。高校生の時出場できなかった先輩も一緒にこの京セラドームでメロディーを奏でることができました。